沢選手もでもね、あの PPD のアベレージ 33.8、 クリケットが少し低いんですけど、それも 4 点ちょっとなので、全速力でぶつかってほしいですね。浅田選手、今日ユーミンが大きいですね。はい、浅田選手がこんだけユーミングが大きい日って珍しいですね。まあ浅田選手がよく言う、僕は3通りの投げ方があって、その日にチョイスをしているという、フォームなんでしょうかね。この最下点から引きの引きからの押し出し距離がいつもより3センチぐらいですかね、長い感じがしますね。これはどういう意図してるのかですね。浅田選手がどういうで今日のフォームを作ってきたのか。ユーミングが長いっていうのも一つありますけど、セットの位置が顔に近いっていうことでもありますよね。まあしかしきっちりとですね、今日もトップ予選トップスコアですね、トップアベレージで予選来てますんで、カラーの18もう1本使いながらの残忍ですね。そうですね、浅田選手今日調子良くないって言ってましたね、自分の中で、はい、調子悪い詐欺。まあでも浅田選手の去年の絶好調スタッツったらほぼ30後半から38、9から40まで、でそこに比べると調子悪いんでしょうね。本人さあきっちりとダブルを決めてきました。さあそして飛田選手が先行のクリケットへとゲームは移ります。ユーミングのね、浅田選手押し出しが今日は本当に深い、いつもより深いですね。さあ6マークですね、浅田選手は19チョイス。さあ7マークでオーバーまで。さあ加点からのカット、少し大きく外してしまいましたね。まだ序盤なのでね、加点加点でいいと思うんですけどね、狙えてない状態で加
カット行くとほとんど入ってこない。だから浅田選手この辺のところクレバーですよね、うん、まだ自分の打ち替えがうまくいってないと見るや、やっぱりエリアでしっかりと加点していく戦略ですよね。ここも20でいいと思います。そうですね、あくまでも加点でいく。やっぱり納得してないですね、浅田選手。やっぱ納得してないですね。横ずれもいつもより多い感じですよね。浅田選手は納得したダーツができてない。だから今日は他の選手がやっぱり浅田選手を下すチャンスだと思いますけどね。だからこのユーミングも先週とちょっとフォームも変わってきてますし、だから浅田選手も今作ってるんでしょうね。こう自分の状態をこう上げに入ってる感じしますね、はい、浅田選手いつもだったらオーバーカットオーバーカットっていう状態を作るんですけど、今日はオーバーカットなあ。ここで飛田選手がオーバーカット決めてきました。浅田選手はカットいかないですもんね今日ね。オーバーオーバーっていう感じだと思います、ね、横もちょっとね外しがちですね。さあ飛田選手ここはうまく攻めたいところですね。うまく攻めたい。ガチですね。さあここはきっちりカットして加点まで60が絡めばベスト。絡まずですね、弱いプッシュですね。さあここオーバーしっかりとオーバーまで持ってきました。さあもう一本ですね。ナイスファイブですね。飛田選手はおいくつなんですかね。出してもらいます。飛田選手さあセームセームからのオーバーか、オーバーまでですね、60、あ、そうなんですね、そういうことなんですね。ということは53、4ってこと、2、3ってことですね。え、明日誕生日でした4月2日、え、本当。さあここは、あ、明日誕生日を祝してここは大物食いしてほしいですね。ここでカットに行く、戻る、丁寧ですね浅田選手。やっぱこういうところが憎いな。ゲームの中で自分の状態をこう作り上げていってるんですよね。こういうところが浅田選手のクレバーさですよね、はい、素晴らしい作りですね。
決めてきたっていうのはちょっと合ってきた感じなんでしょうね。少し浅田選手が合ってきたんですかね。ここも加点から入ってましたね。ここもきちんとゲーム作ってますね。作ってるっていうのは自分のこう状態をしっかりと試してる感じしますね。さあ、かろうじてオーバーですね。え、ちのく、しのく、欠場、本当、ちょっと嘘書かないでくださいよ。ちょっとここでベット そしてさあ4桁いきましたね。2人で真っ向の打ち合い。うん、ここ絡めたかったですね。1投目を、うん、この打ち替えっていうのはですね、最近選手あの有効ナンバーを有効なナンバーをですね、あのこう無理やりこう締めに行くって決めて締めるんじゃなくて、やっぱりこう上につけたりすると入りにくいので、有効なナンバーを選手最近狙うようになりましたね。うまくこう有効なナンバーを狙い撃ち選手はしてきますよね最近。だと思いますね。さあ、浅田選手が飛田選手先行のクリケットをブレイク。さあ、そして浅田選手先行のクリケット。そうですね、浅田選手本当にフォームがこの1週間で、今日は浅田選手のユーミングが大きい、振り幅を増やして投げてますね。どういう意図があるのかは分かりませんけど、少しフォームが変わってる感じです。さあ、ベッドですね。ここでは全然雑じゃないですよ。いつもこんな感じですよ。手首を一回後ろに倒して投げる。うちの浅田選手はテイクバックはいつも通りですね。ただそのユーミングっていうんですかね、前に出す腕がいつもより遠いですね。長いですね。拳一つぐらい長い感じしますね。さあ、オーバーカットからの戻る、戻って決めてビッグランド。さあ、ここもちょっと狙いにくい場所につけてしまいましたね。ですね。こういう戦略っていうのはもう致し方ない、致
投目がですね狙いにくいので、まあ移動させてねじ込むっていう作戦もあるんですけど、やはり高等テクニックですよね。移動してターゲットを狙うっていうのはですね、やはり高等テクニック難しいですね。さあ今3回戦なんですけどね、他のトーナメント表も気になりますね。知能選手は痛風で欠場とか話も出てますけどね。さあ次の試合決まりましたか、放送台は。はい、誰と誰の試合なんですか。次の3回戦、またまたこれまた好カード、上原西の対決となります。私の調子ですか。私は調子はですね、まあ、すこぶるいい感じです、はい、元気元気です。さあ浅田選手20トリプルからのブル。さあ浅田選手もちょっとずつなんとなくこのフォームがしっかりゆっくりしてきましたね。後半はきちっとグルーピングしてますんでね。はい、浅田選手きっちりしてきましたね。